皆さん、こんにちは。今回は大江豊さんについてご紹介します。ぜひ最後までご覧いただき、気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。2009年にノロマ大賞で歌手デビューした大江豊さんは結婚しているのでしょうか。両親や兄弟はどんな人で、どんな環境で育ったのでしょうか。今回は大江豊さんの人物像に迫ってみたいと思います。調べてみたところ、大江豊さんは現在独身です。過去に結婚していたこともありません。お付き合いしている女性についても調べてみましたが、情報はありませんでした。そのため今は彼女がいないようです。好きな女性のタイプはふくよかで古風な方、泉ピン子さんのような感じと答えていたことがあります。そんな大江豊さんにある疑惑があります。ネット上では大江豊さんはお姉ではないかと噂されているのです。いつでもどこでも小指が立ってしまうところや優しい喋り方などがお姉の雰囲気を漂わせているといいます。過去にはあるイベントでお姉タレントの春菜愛さんに 200% お姉と言われたこともありました。しかし春菜愛さんの発言に大江豊さんは、僕は男ですと返しており、お姉ではないと断言しています。大江豊さんは大阪府岸和田市出身です。2017年7月には岸和田市の観光大使に就任しています。実家の詳しい場所は公開されていないため分かりませんでした。1989年11月16日に誕生した大江豊さんは、幼い頃に両親が離婚して母親に引き取られたため、母方の祖父と祖母に育てられました。祖父は自身が歌手になりたいという思いがあったため、大江豊さんにその夢を託し、物心つく前から演歌を聴かせていたそうです。大江豊さんは次男ですが、祖父の上の子はダメだから2番目の子にという考えから、大江豊さんを厳しく演歌の指導を受けたそうです。その意思は並々ならぬものであったと振り返っており、時には殴られたこともあったと明かしています。そんな大江豊さんは幼稚園生の頃にはすでに、僕は演歌の道を行くと演歌歌手になることを夢見ていました。大江豊さんのお父さんは一般人です。お母さんとの離婚後、大江豊さんはお父さんとは一切会っていないようで、エピソードなどは語られていませんでした。大江豊さんのお母さんも一般人です。離婚後は子供を引き取り、再婚はしていないようです。大江豊さんにはお兄さんと弟さんがいます。お兄さんの情報はありませんでしたが、弟さんは大江豊さんの2歳年下で、大江博さんと言います。一般人ですが、過去に大江豊さんとテレビに出演したことがありました。大江豊さんとはあまり似ておらず、ネット上では弟がイケメンと話題になりました。平成28年4月2日の有吉大反省会は、整形もお姉も春のカミングアウトショートプログラムと題して放送されました。前述の通り、これまでも大江豊さんはお姉疑惑を否定していましたが、この回でもカミングアウトはありませんでした。その代わりといっては何ですが、反省すべきことがあるかどうかを有吉反省会スタッフから聞かれて、師匠である北島三郎さんの野菜畑から勝手にキュウリをパクって食べてしまったことを告白しました。ところで、大江豊さんがお姉疑惑を受けたのは、やはり小指を立てる癖や話し方、仕草などが原因だと思われます。この時の放送でもその疑惑を高めるような仕草がありました。お風呂上がりに女性のごとく上半身を隠していたのです。どう考えても乳首を隠しているとしか思えず、男性ならば本来隠すであろう下半身が見えているにもかかわらず、執拗に上半身を隠していたのです。この上半身隠しに関して、岩井志麻子さんは乳首を隠したいのだろうと分析します。なんでそんなに胸を隠したいのかというと、座れすぎて乳首が肥大しているからだというのです。岩下志麻子さんのその手の知り合いに、座れすぎて乳首が小指のようになっているおっさんがいるとのことでした。果たして真相はどうなのでしょうか。さて、芸能人同士の合コンをモニタリングするひろみ指原の恋のお世話始めましたという番組があります。2023年9月28日に放送された同番組では、 MC のひろみと指原莉乃さんが合コン参加者の向けた予想外の矢印
に驚く場面がありました。今回の合コンでは安ニュイな雰囲気で色気たっぷりの岡田サリオさんが、話す時の手振りや視線の向け方、声のトーンで男性陣を魅了していました。ヒロミもこの子の仕草はどれもセクシー、そして綺麗と大絶賛しています。指原莉乃さんも岡田サリオさんの一挙手一投足に可愛いと連呼し、私サリオさんに夢中ですと虜になってしまっていました。そんな岡田サリオさんはユニークなキャラクターでバラエティ番組でも活躍する演歌歌手の大江豊さんに、体格がいい人がタイプ、包容力がありそうだし誠実そうと第一印象で矢印を向けたのです。大江豊さんも岡田サリオさんに思いを寄せると、指原莉乃さんはまさかこの二人が両思いなんて誰も思わないだろうなと今後の展開に期待を込めていました。一方、大江豊さんはギャグを飛ばしたり、他の人の発言にちゃちゃを入れたり、初めての合コンに大はしゃぎの様子でした。その無邪気な言動に岡田サリオさんが意外でした。こういう感じのキャラなんですねと目をパチクリさせると、ヒロミと指原莉乃さんはこれはもう矢印がないねと推測していました。しかし二人の予想とは裏腹に、岡田サリオさんは大江豊さんのお腹に後ろから手を回し、ラブハンドルって言うんですけどと密着しました。すると大江豊さんはこれまでの尿絶が一転して沈黙してしまうのです。またツーショットトークでは、岡田サリオさんが第一印象で誰を選びました、私のどこが良かったんですと言葉巧みに聞き出し、大江豊さんが赤面するなど翻弄されっぱなしでした。結果はどうなったのでしょうか。2021年11月16日、初の J ポップカバーアルバムトライを発売した演歌歌手の大江豊さん。都内のレコード店で初の J ポップカバーアルバムトライの発売イベントを行い、事前予約した購入者と生電話トークを行いました。祖父の影響で幼少の頃から演歌ばかりを歌ってきた大江豊さんにとって J ポップの歌唱はかなり難しかったといいます。童謡でも拳を聞かせてきたので、どうしても拳を回してしまうそうです。力を抜いて歌うのが難しかったといいます。推し曲は香水と言いながらも本当に難しい曲でした。演歌は1番も2番もメロディーが同じですが、香水は違うんですと述べています。それでも意外だと思う曲を選びましたと自信満々の力作のようです。コロナ禍でコンサートなどが延期や中止となり、今後の歌手人生に不安を抱いたという大江豊さん。北島兄弟としてユニットを組む北山たけしさんに相談したところ、大丈夫だよと言われ、新たなことに挑戦しようと思い立ったと経緯を話しました。そこで大江豊さんはダイエットを選択しました。120キロから20キロの減量に成功したといいます。自炊ですので白米を控えました。それ以外は普通に食べて肉も食べましたと述べています。ただ師匠の北島三郎さんから、それ以上痩せると持ち味がなくなると言われ、これ以上のダイエットは行わないとも述べていました。衣装がブカブカになって社長からどうするんだと怒られてしまいました。直すのもお金がかかるんだぞって、デビュー時が今の体重なのでその当時の衣装を着ていますと話しています。この日は32歳の誕生日でもあり、スタッフから野菜で作られたケーキをプレゼントされたそうです。喜んでいいんですかね。ダイエット中は野菜もたくさん食べましたからと話します。1年間の抱負としては、先生北島が来年60周年を迎えます。歌謡界の第一線で60年というのはすごい、一歩でも先生に近づけるように頑張りたいと語っていました。いかがだったでしょうか。今回は大江豊さんがどのような演歌歌手なのかということについて調べてきました。両親が離婚し、祖父に演歌のノウハウを叩き込まれたという大江豊さんは、祖父や自身の思いが叶い演歌歌手として芸能界入りを果たすことができました。これまで恋愛や結婚に関する情報は一切出ていませんが、大江豊さんがいつか素敵な出会いに恵まれるよう見守っていきたいところです。憎めないキャラクターで親しみやすい演歌歌手として人気を集めています。演歌歌手はヒット曲を1曲でもあれば安泰と言われる世界です。今のところ大江豊さんの曲はランクインをしていますが、
大ヒットにまではつながっていません。歌がうまいのはもちろんのこと、キャラクター性も十分です。あとはそれに見合った楽曲といったところでしょうか。今後の大江豊さんの活躍をさらに期待したいと思います。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。